はい、どうもこんにちは。源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、アンパンマンお菓子紹介をやっていきたいと思います。で、アンパンマンお菓子紹介やっていくっていうのは、ね、いろんなね、アンパンマン世の中にはお菓子があるんですけどね、子供向けのお菓子でね、で、そういうのをまあ集めましたので、10回に分けてね、紹介していきたいと思います。ということで、行ってみよう。はい、今日紹介するお菓子はこちらです。2個あります。でね、一つは、アンパンマンのベビーせんべい。はいはいはい、アンパンマンいますね。これドキンちゃんなのはわかるけど、これなんだろうね。お、子供たちの方がわかると思いますけど。ねえ、こういう赤ちゃんの、いたりとか、まあドキンちゃんに似たキャラクターと思いますけど、ちょっと調べ不足ですね。うん、こういうベビーせんべいいただきたいと思います。で、次にね、これアンパンマンのお野菜せんべいということでね、野菜をた、失礼しました、あのせんべいを食べながら野菜を取れるというね、あのそういう商品になっております。ということで食べていきましょう。はい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 、いやー、アンパンマンいいですよね。アンパンマン柳瀬隆さんが書いたさ、子供たちに元気をくれるね、希望をくれる、まあキャラクターですけどね、本当に食べていきますよね。これね、アンパンマン系のねお菓子ってね、僕好きなんですよ。なんで好きかっていうとね、結構ね体にいい感じするんだよね。あの乳児適用食品みたいな、そういう感じの時があって、乳児用企画適用商品って書いてるんですけど、そういう感じで乳児向けにも作ってるのでね、なんていうの、悪いものあんまり使ってないことが多いんですよね。今回はですね、米粉、うるち米ってね、おせんべいにする用のお米があるんですけど、しやすいお米があるんですけど、国産米使ってます。日本のお米を使ってるんですね。だからこれね、結構ね、体にいいと思いますね。はいはいはい。で、袋に入ってるんでね、はい。持ち歩きにいいかもしれませんね。アンパンマンアンパンマンが笑顔で笑ってますよ。はいはいはい、いいですね。で、後ろにはね、バイキンマンの説明書いてるね。バイキンマン、バイキンマンいましたね。はい、バイキンマンはアンパンマンを倒すためにバイキン星から来た。バイキン星っていう宇宙の星があって、そこからバイキンマンやってきたんですね。変なものばかり作っていて、綺麗なものが大嫌い。あ、なんかロボットとか作りますよね。なんかアンパンマン倒すためのロボットとかね。バイキンマン、そういうキャラクターですよね。ということで、いただきたいと思います。おお、素朴な味ですね。あ、これ赤ちゃん向けの、なんかね、本当にほのかな甘みでね、美味しいですね。なんか初心に戻った感じですよ。昔こういうの食べてました。なんかね、これね、赤ちゃんでさ、噛み砕けないじゃないですか。歯があんまり発達してないので、口に含んでね、舐めながら食べるってことができるんですね。そういうことを考えて作ってると思うんですよ、多分。で、これ、多分ね、唾液でね、溶けてね、それと一緒に食べると、お米のね、でんぷんの感じがね、甘み、糖になって、甘く感じるんですよね。そういう感じで美味しいんですよね。こんな感じで食べるの。赤ちゃんでこうやって食べるんでね。そうするとね、甘くなって美味しいんですよね。もともとちょっとかすかに、ほんのり甘いんですけど、唾液と一緒にね、食べると、すごい、口の中でね、甘く感じて美味しいんですよね。これ、何歳から食べれるんだろう。7ヶ月、0歳から食べれますね。すごいね。0歳からだよ。0歳、7ヶ月から食べれる。ねえ。ちょっと長くなっちゃうから次行こう。おいしいおいしい。次はこちらの商品です。お野菜せんべいね。ねえ、これお野菜練り込まれてるのかな？あ、練り込まれてますね。ちゃんと後ろにね、原材料名で、ほうれん草、オニオン、人参、トマト、かぼちゃ、コーン、野菜粉末がふんだんに使われております。
で、しかもこれも国産米使ってるんですね。うるち米、国産米使っております。外国産のお米使ってないんですね。これがすごいいいポイントだと思います。これはね、この商品の2倍の年齢ですね。1歳4ヶ月から食べます。ちょっと野菜だと消化が難しいのかな、うん、そんなこともあって、はいはいはい、あ、こんな感じで、いっぱい出てきましたよ。でね、5袋入ってて2枚ずつ入ってます。だから 2×5 で10個のせんべいが入ってますね。お、でさ、面白い、これ一つ一つね、これアンパンマンでしょ、うん、で、アンパンマンが2つ入ってて、で、これ2つ形違うのね。これと、このアンパンマンと、このアンパンマン、空飛んでるアンパンマンと、ドキンちゃんと、食パンマンと、はい、バイキンマンですね。バイキンマンが出てきました。ということで、こちら食べていきたいと思います。まずね、バイキンマンから食べていきますね。バイキンマンいいよね。なんか本当は多分いいやつなんだと思うけどね。いいやつだと思うんだけど、なんか、なんでバイキン製から攻めていくんだろうね。アンパンマン倒しに行くんだろう。よくわかんないですけど。いただきたいと思います。うん、めちゃくちゃうまい。野菜がすごい練り込まれてて、すごい体にいい感じ。うん、美味しい。やっぱりね、原材料ちゃんとね、大切にしてね、原料の味っていうのかな、素材の味、素材の味を生かしたお野菜って美味しいんですね。野菜とかそういう食べ物って美味しいんですよね。美味しい。これ安心して食べれると思いますよ。食物繊維も入ってて、便通にいいとかね、ありますし、着色料、香料、不使用。いいですね。僕、こういうのね、好きなんだよね。なんか、いつも紹介してるのもあるけどさ、でもこういう乳児用企画食品みたいなね、そういうのも体にいいからね、こういうの好きなんですよね。サクッとしていて美味しい。これ香ばしい醤油の味と、野菜の味、これがマッチして美味しいですね。しかもお米がうまいんだな。これがお米が使われて、お米がうまいからこのせんべいがうまいんですよね。じゃあ最後にアンパンマン食べていきたいと思います。噛んじゃった。はいはい、アンパンマン、美味しいね。お野菜いっぱい取れる、いい食べ物ですね。まあこればっかりになっちゃ良くないけどさ、でもこういうお菓子でお野菜取れるのはいいことだよね。美味しいです。あ、ここになんか小さなところにさ、いっぱいキャラクターいるよ。へえ、ほうれん草チーフ、オニオン鬼、コーンくん、トマトちゃん、キャロット坊やと、かぼちゃのかぼちゃんだって。なんかいろいろいますね。面白いですね。面白いです。美味しい。栗山米花さんですね。新潟県の会社なのかな。ということで、今日はね、2つお菓子紹介してきましたが、どちらもね、すごい体にいい感じの、健康的なお菓子で、1歳7ヶ月から、あ、1歳4ヶ月から、こっちは7ヶ月から食べれるお菓子となっています。ぜひね、お買い求めください。はい、ぜひ、ね、楽しいからね、食べてみるのもいいかもしれませんよ。まあ、大人でね、ちょっと躊躇しすぎちゃうかもしれないけどね。まあ、レジの人とかあんまり関係ないと思うね。まあ、買ってみてください。ということで、チャンネル登録、高評価、共有のほどよろしくお願いします。ということで、以上。